吉野さんお疲れ様ですまあグーグルっていうね単語が出てきたんでグーグルの先頭の一文字を取って「グ」というふうにさしていただきましたこれをね「愚か」と書いてるのにはちょっと訳があるんですよ、まあ、インターネットがね出てきた時知の共有っていうのができるというふうに考えた人がいます知の共有っていうのは自分には分からないことを答えてくれる人とか自分以上に賢い人がインターネット上には情報を投げていてくれるんで そこに情報を取りに行ったら自分の能力はその天才と肩を並べられるんじゃないかなっていうふうなねいわゆる集合値というものなんですよインターネットはねでも実際にインターネットが始まってみるとあやふやな情報が多くて愚かな人がそこに集まって暇な人がインターネットをやっているという現実もあるんですよね金持ちで暇暇なららいいんででですよ。金持ちで暇だからね。でもそうじゃなくて賢くなくて暇になっちゃった人が インターネットの空間をいいわゆる嵐という,ふうな感じでね、まあ、人を傷つけるような発信をしてみたりとか発信を誰かの発信をケチをつけてみたりとか足を引っ張ってみたりとかしちゃうんですよね構ってほしくってでそうじゃなくても愚愚かか、かか、なな情情報報ををシェアししたたりりとと信じてしまったりとかそういう人もねインターネットに集まってくるいわゆる集合値に対して愚かという感じで集合愚っていうので今は成り立ってしまってるんですよね。 だかか。らよくここんんなこと言いませんかネットの情報は当てにならならいと、ね。ネットの情報のその何を見ているんでしょうねその人がだからネットの情報が当てにならないという人はわざわざインターネットの中の愚かな情報ばかりを見に行ってるんですよねしかし問題解決能力の高い人っていうのはまあ愚かな情報にインターネットを使ってアクセスしないんですよそもそも。 賢い情報正解ばかりを見るんですよ真実ばかりをだから問題解決能力高くなってどんどん先に進むんですよねネットではこう書いてるよねっていうふうに聞いてあだったら正解だなと信じる人はもしかしたら集合値を手に入れた人なのかもしれませんしネットの情報は当てんならないよねだってソースが裏付けが出所どここういう人はもしかしたらとっても愚かな インターネットの闇に巻き込まれてしまったのかもしれませんさあそう考えてみるとね非常に単純なことがあります毎日ネットにアクセスしてお金を稼いでる人と毎日ネットにアクセスしてお金が稼げない人と毎日ネットにアクセスしてお金が減っている人とこの三種類がいることに気づきませんか私はインターネットをやっていなかった頃はお金がどんどんなくなっていました インターネットを始めてから初日からどんどんお金が増えて暇な時間がどんどん大きくなりましただからねきっとインターネットにこういうことが書いてあってなんか論破してるよとかね炎上してるよみたいなところ多分私はねほとんど見てないんじゃないかなと思うんですよほとんど見ずにここまで来ちゃったのかなだからどっかでそういうことが起きてるんだろうなというふうには感じるんですけども私が検索して開いたときに 誰かかが争っている姿はほとんんど見かけないんですよね、うん、もしね争ってる姿を見るとするとまあ今ではねウクライナ紛争とかちょっと前からあるコンゴザイルえそしてですねウガンダですかルワンダかルワンダああいった紛争地区これはねレアメタルがどうして採掘されていないのかなっていうことを考えたりとか。 なななんででアフリカでは争いが絶えないいがえのかなっていう,ふうに歴史に興味を持って学校で教わる入り口から自分で深掘りしていった時にそれが見えてきたってことなんですよねでもそこには人と人の真実の争いがあるわざわざ暇つぶしで起こしている争いではなくて誰かを論破したりねねじ伏せたりしようとするんではなくて生存のための戦いがあるってことに、まあ、そこの大きな違いがあるのかなと思うんですよね。 まあどちらにしても人間がこの争いをやめられないっていうのはどちらかというと人間はうんその脳はね愚かな悪魔にちょっと渡されてるんじゃないかなと思っちゃうんですね、まあ、ですので余計思うんですけどもせっかくグーグルがあるグーグルってのは多分天才が作ってくれたと思うんですよ YouTube もね天才が作って渡してくれたんですよ自由に使いなさいとほぼ無料で使えますよね両方とも でででも無料だからというので実はですね愚かな人が寄ってたかってそこにアクセスしてしまってひょっとしたらねインターネット上の情報のほとんどが愚かな人によって独占されてしまってるかもしれないですよだから愚かじゃない情報にリーチするのが非常に難しくなっているけどもしかしたらね賢い人はそんなところを避けてまっすぐ 賢い人にアクセスしてるのかもしれないですよね。それが集合地というふうに言われているのかもしれませんし、ただ情報を選択するのが難しい人、できない人っていうのは、インターネット上で集合具に触れてしまって、詐欺にあってしまったり、おかしな人のところについていってしまったりとかね。小学生がよくね、なんか誘拐された、拉致されたみたいなニュースがありますけども、あれはまあ、ツイッターで自らそういう人に会いに行ってるわけなんですよ。まあ 被害者の方にね、まあ、愚かということはちょっと、あまり表現としては適当じゃないかもしれませんけども、賢ければ人を見抜けるし、賢ければついていかないし、賢ければもしかしたら、ツイッターでフォローしている人が全く違う人になっているかもしれないですよね。まあ、そんな感じで、インターネットを Google っていうのは、明らかに、私はね、あの二極化を促進している、もうその流れの本流じゃないかなと思うんですよ。 賢賢い人はますますすくなって、そうじゃない人はどんどん置いていかれてそういうふうにして、えー、もしかしたら情報ってのは賢い人にしか乗り越えせないような乗り物になってるのかもしれないなと思いますね。うん本当にね、ね。神様のな道具を与えましたよ、ね、はい、ということで今回は「愚か」と書いてグ「グーグルの愚」ということで動画作ってみましたけどもいかがだったでしょうか